え皆さんこんこにちは上野光平です、えー、上野流皆さんご覧になってくれてますか第1弾のアップデートということで、えー、今回このソプラノ僕はあのレブのカルテットでソプラノも吹いて吹いたりソロでも吹きます。なのでちょっと今回はソプラノサクソフォンというものにこう焦点を絞っていろいろ解説していきたいと思います。まずは